はい、皆さん、こんにちは。ユートピアです。今回から、C シリーズやっていきたいと思います。そして早速ですが、もう準備ができているので、建築をしていきたいと思います。建築の仕方は、竹モットので追加されたものを利用して、作っていこうかなって思ってます。で、まず最初に整地作業していきます。僕は結構整地が嫌いなので、全カットでいきます。はい、一晩で終わりました。一晩もかかりました。はい、では、ベッドを他のところに置き換えてやって、早速作業を開始したいと思います。こんだけの砂が集まったんで、ガラスには当分困らなそうです。はい、では他のところに移しましたので、早速建築に取り掛かっていきます。桜の木を探すのがめっちゃ大変でした。はい、では畳を敷き詰めていきます。これはちょっと向きがあるんで、向き僕気にする方なんで気にしてるんですけど、結構置きづらいです、そうすると。はい、では早速屋根取り掛かっていきます。半ブロックなので置き間違いが結構厄介です。で、こっからパート4ぐらいまで建築パートです。コンパートで、多分メイドさんを仲間にするので、そこの時に家が狭くなってしまって結構増設すると思います。はい、というわけで家が完成いたしました。内装までもうやっちゃったので、紹介したいと思います。内装は家具モッドを利用して、結構いい感じに仕上げました。はい、ここはキッチンです。必要最低限なものはあると思います。そしてここはバストイレになっています。柵なので結構丸見えです。はい、で、ここはテレビを見るところですね。ここはご飯を食べるところ。そしてここは寝るところです。はい。で、気が向いたので、メイドさんを仲間にしました。色も3色に染めてあげました。赤、ピンク、オレンジです。僕、この3色は結構他のテストワールドとかでも使ってます。はい、で、洗濯機置き忘れてたので、ここに置きます。はい、で、ミニアイテムズモッドで追加されたこちらの7つの、インベントリが変えられるものですけれども、1番は鉄の装備で、2番はダイヤの装備です。これは戦う時用に使ってます。戦うの結構苦手なんで。ホルのブランチマイニング結構大変でした。皆さんは洞窟探検派ですか、ブランチマイニング派ですか？で、まあそれはどうでもいいんですけど、メイドさんを仲間にしたので、ソファーや、机、椅子の数などを増やしていこうと思います。はい、隙間の中からこんにちは。というわけで、そちらが完成いたしました。まあ一応見てもらいたいと思います。テレビは、こちら3人のソファーにしてみました。ちゃんと座れます。はい。で、ベッドも、4人用にしてますし、テーブルが小さいですが、椅子もちゃんと4個置いています。はい。で、ラジオも、時計も置きました。はい、というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。